オリンピック、南海トラフ地震、台風、株価の暴落、そして大物芸能人のスキャンダルが目立ち、コエッキーは沖縄石川ではしゃぎすぎて38度7分の高熱。そんな2024年8月、多くのニュースに隠れて、とある会見が進められています。日本は戦争しようとしている？サスケくん。それが、緊急事態条項。緊急時、法律や人権に関する決定権が内閣に集中し、より広範囲な権限を持とうとしています。なぜこんな重要なことが国民にあまり知られていないのでしょうか？サスケくん。これマジでやばいんですよ。世間を舐め。気になることあれもこれもやりたいこと全部やる、それすなわち世界征服。はい、ということで今沖縄ドライブ中なんですけども、はい、なんかトワヤくんがね運転してくれてるということで。そうなんです、ね、免許取り立てでしょ。あ、取り立てです。沖縄初運転、すごい。イエーイ、ありがとうございます。盛り上がってきましたね。今からね、はい、心霊スポットに向かうということで。最悪やほんまに心霊スポットって呼んでんの今から行くところのこと。嘘ですやん。はいはい、こんなね、まずね怖がりの2人が心霊スポット行くわけないよ、沖縄まで来て。いやほんまに最悪ですからね。しかも昼行くって頭おかしい何年 YouTuber やったんだ日本一怪しい都市伝説の祭典、みなし臭い2024マミムメムー大陸、チケット絶賛発売中。先着順なのでなくなり次第終了。急いで急いで。いや実はさ、最近大きいニュース世間であったでしょ。何のニュースですか？例えばオリンピックがあったりとか。ああね、総裁選とかも騒がれてますけど今は。そうそう、で、あとはね、うん、芸能界的にもあったよね。あ、フワちゃん。そう、フワちゃんもそうだし、はいはいはい、フレンズもね、なんか禁止になってしまいまして。誰やフレンズ。まあ、ちょっと高くは言わないんですけどで他には、はい、株価が大暴落したりとか、ね、あと台風も来てたやんか。台風もね3つぐらい来ましたからね。そうで、しかもこのタイミングで南海トラフっていうこともね、はいはいはい、報道されてて、あれもねえぐいことになってましたけどね。なんか初めての注意報みたいに出てましたもんね。そうだから、この約 2,3 週間の間にオリンピック、フワちゃん不倫報道、株価暴落、台風到来、はいはい、南海トラフって、政治だけじゃなくていろんなジャンルの大きいの来たんよ、はいはい、あ、時代がね動いてるってことですか。いやいや、めっちゃポジティブに言うやんワクワクする感じで言うなよ。それ風の時代ですから。確かに、はい、それはあるんだけどもね、はい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 、こんな大きいニュースが出た時って大体裏でちょっと謎な法案が通ったりとかさ、うん、あ、まあ都市伝説でよく言われますよね。そう、政治家の汚職がごまかされたりとかさ、はい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 、それ言われるやん。あ、じゃあ今日裏金問題ですか。またかね。はい、もうええって金は。やっぱ安倍ちゃんの審判の裏金がやばかったんちゃうんだよ。安倍ちゃんって言うな、安倍ちゃんって友達かこのテーマをぜひ東亜くんと話したくって、はいはいはい、まず緊急事態条項についてですよ。あー、出た緊急事態条項ね。 X を中心にざわざわしていて、はいはいはい、あんまこうテレビじゃ報道されないっていうことで。いや、それ全然されないですよね。知らない人多いと思うんですよね。いや、なんか僕もなんか名前はね、あれは聞いたことありますけど、なんかちゃんと言えって言われたら分かんないっすもんね。そう、これかなり物騒なんだけどちょっと読むね。はい。緊急事態条項とは、戦争や大規模災害などの非常事態に、はい、政府が一時的に強い権限を持ち迅速に対応できるようにする憲法の規定と、まあ、これによって通常の法制度では対応が困難な緊急事態に対して迅速な対応が可能になる。権力の集中や国民の自由が制限されるリスクもあるんじゃないかと話題。やばそうじゃない。なんか物々しいこと書いてるけど。うん、そうなんだよね。ちょっとなんか僕たちの意思というか、はい、普通にご飯食べて普通に寝るみたいな当たり前のことが、そうですね、もしかしたら規制されちゃうのかなみたいな。ええ、なんで。数年前に、まあ、ロックダウンとかね、ありましたね、都市封鎖とかあったじゃないですか、うん、まあ日本はそこまで厳しくなかったと思うんですけど。そうですね。それでも他の国では家から一歩も出るなみたいな。台湾とかやばかったんでしょ。そう、出たら捕まえるぞみたいな、ね、うんうんうん、行動が規制されてるわけよ。確かに。それってもう美味しいものも食べに行けませんとか。いや、そうですね。もう二郎系のラーメンも行けませんみたいな。もういや悲しいですよ。緊急事態ラーメンです本当に、はい、これは。なのでそういうことが日本でも当たり前に起こるんじゃないかと。なんか段階を経てると思うんですよ。日本ってものすごいなんか潔癖というか、はい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 、なんで一気にそういうことをすると反発めちゃくちゃ食らうから、ちょっと外出自粛してねみたいな、はい、自粛ムードを作るところから始まって、うんうん、不要不急の外出はご遠慮くださいってアホほど聞いたやんか。いや、もうね、うん、でそれがあったから今度は法律でもって憲法でもって防ぐよみたいな。じゃあ前は自主的やったけど、うん、今回は強制。強制。そう、
で通常政府が行使するその権限って三権分立の原則に基づいてるんで、分散されてるよね。立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所が持ってって、まあ社会でも習ったと思うんですけど、緊急事態条項が導入されていない通常の状態では、国会が法律を制定し、内閣がその法律に基づいて行政を行い、裁判所はその適正を判断するわけなんでね。で緊急事態条項が発令されちゃうと、通常は国会が持っている法律の制定や国民の権利制限に関する決定権が内閣、特に総理大臣に集中することになる。じゃあ総理一人で、もう法律も作れるし、もう何でもできちゃうみたいな。だからもう聞こえ方悪いけど独裁できちゃったりするね。やば、何か災害が起こったらよしやっちゃうぞみたいな。やば、魔王生まれるやん。魔王って思ってる。そうでしょ、総理のこと。総理のことは魔王と思ってないですけど、緊急事態条項なんて生まれてもたら魔王が誕生してしまうかもしれないやん。まあそうだよね、この世界に。まあそう、そういうことだよね。えぐ。なので通常は国会や裁判所がちゃんとチェックするわけやんか、はいはい、それが一時的に弱まってしまうから、内閣がより広範囲に、まあ、権限を行使するようになっちゃうから、ちょっと良くないよねとか、特定の政党が力を持ってしまうよねみたいなね。いやそうっすね、だってもう絶対自民じゃないですか。そうね、ということが結構国民の中では大事だと思うんですよ、この決め事は。いや大事っすよ。なのにあんまり知られていないんですよね。いやそうっすね。これがあんまりこう報道しないメディアは何かこう闇を感じるなみたいなね。やっぱね、都合が悪いことはそうやって報道されないんすよ。しかも今回のその、はいはい、メディアのあり方がちょっと俺すごい疑問だなと思うのは、はいはいはい、だいたいこういう時ってさ、芸能界のその薬物問題とかさ、そうですね、出る出る、そういう不倫がどうのとかさ、裏金がっていう、まだね、はいはい、ライトなんですよ、はいはいはい、なんか僕たちの生活にとってどうでもいいんですよ。別に芸能人が誰と付き合ってるか関係ないやん。まあそうですね、全然関係ない。そうだからで収入が上がるわけでも美味しいご飯食えるわけでもないやんか。だから別にどうでもよくて、ゴシップって話題として広がりやすいから利用されてるっていう一面もあるらしいんやけども、まあ、人間ゴシップ好きですからね。そう、極論関係ないんだよ、はい、でも今回って裏で何が起こったかって言ったら、南海トラフとか台風到来とか、確かに株価暴落とかっていうのは僕たちの生活にめっちゃ関わるやん。密接してますね。そうだからこそこの法律が必要なんだよってことをより強調するというか、必要性をアピールするためにこのタイミングを狙ったんじゃないかみたいなね。確かにね、はい、だって南海トラフとかの時にね、もし本当に起きてしまったら緊急事態なわけじゃないですか。そうね。でめっちゃ関係してることを起きてる最中に緊急事態条項を進めてるんでしょ。そうこれ、ね、岸田さんも辞めるって言ったじゃないですか、闇感じます。なんかここまでが岸田さんの自民党のやりたかったことなんかも知らんね、もしかしたらね。やばー、ここまで作ってなんかいやいやまた言われるやろうから、またイメージアップできる人に変わるんだね。今回さ、やたら若いやつらがさ、まあ、僕より年上なんですけど、みんな若いやつ、何やねんそれ。でも若い人たちがさ、なんかそのフレッシュに出ようぜみたいな感じで、まあ、結構何人もね、あの進次郎氏をはじめ出てるじゃないですか、今、まあ、その若くなることは別にいいことやけどな。いやでもこれも、やっぱ戦略やと思うんですよね。戦略っすか。そう、イメージアップじゃないですか、分かりやすく。そういうノリやと思うんですよ。ノリ。そんな中で、まあ、若いリーダーが言うんやったら緊急事態条項とか任してみてもいいかみたいな、はい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 、郵政民営化もねかなり強引に進めましたしね。古い例え出すね。いやいやでも関係してるじゃないですか、まあ、確かになんか郵便ってねすごい大事な国のインフラの一つやから。そうっすよ。それがなんか民営化されるってこと自体にすごい違和感あったけどね。いやマジでそれは当時まだ僕も若かったけど、なんか謎やったもん。いや謎ですよね。あ、なんかこのインフラ事業って国がやってる以上儲けるためにやってるわけじゃないよねっていうのがあったやんか。なんでかって言ったら昔さ、僕らは普通に JR ジャパンラインで通ってるけど、はいはいはい、その昔は国鉄やったわけやんか。あ、そうですね。そう、国鉄の時から JR って生まれた時がそうだったから確かに違和感なかったけど、え、郵便局民営化なんですかみたいな。あれでちょっとだから形作っといて、今もさ水道事業が民営化になる。あー水道事業ね。そうそう、電気も民営化になるみたいな。だからさどんどん民営化されていってやりすぎよ ね。だって水道事業の民営化なんてさ海外で明らかに失敗してる事例多いのにさ、ね、なぜ日本はこんなに推し進めようとするのかみたいな ね。緊急事態条項ってどうなんですかね。他の国でうまくいってるとこあるんですかね。そうこれがですね、はい、うまくいってるところも
あるんですよ。あるんですね。でその緊急事態条項というものがと全く同じものはちょっと照らし合わせなかったんで、はい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 、似たような事例としてはね結構あるんですけど、国が不安定な時っていうのは、はい、一つの政党とかトップが権力を持つ方がまとまるとは言われているんで、あ、だから結局ガチャなんですよ。その人がめちゃくちゃ経営が上手い人やったら、はいはいはい、運営が上手い人やったらうまくいくし、はいはい、パスみたいなやつやったら悪くなっちゃうしっていう、まあね、イメージはなんか全部独裁者と悪みたいな感じありますけど、うんうん、その悪になるまでの過程はすごい支持されてたりしますもんね。そうなんだよね、歴史としてやってみるまで分かんないみたいなところもあるから、確かに確かに信じるしかない。そうですね、ね、でちなみにその緊急事態条項に関して、はい、大きく報道されていないということに関してちょっと考察をちょっといろいろ考えてきたんですよ。ほうほうほう、まずね、聞きたい。権力維持のための戦略、ほう、まあ、これが一番かなと思うんだけど、そうですね、その政府とかね、一部のその今も権力を持ってる人たちが今後もですね、その権力を維持したいがためにより強力なまあ法律を武器にそれを正当化しようとする感じ、はい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 、っていうのがあるんじゃないかなと。なるほど、うん、今特にさ都知事選もそうなんだけど、はい、新しい勢力が出てきてるやん。そうですね、なんかまあ分かりやすい SNS 戦闘みたいな、なんか、うん、ね、SNS を駆使して知名度を上げて政治家になる人たちとか都知事を目指す人たちっては増えてきてるから、ちょっと今までのその横のコネクションのつながりだけではなんとかならない感じ。そうですよね、そう、蓋開けてみたら都知事選もねすごい票数をつけて小池さんが勝ちましたけど、前もね既存票ですから、そう、それでも2位の方もすごい追い上げがあったし、ありましたね、ね、で既存票といってもそれ入れる人たちって高年だと思うんですよ、はいはいはい、世代的には。そうですね、そういう人たちもいずれなくなるじゃないですか。うん、そしたらいよいよ若い世代が台頭してきた時に今までのその組織票的なものだけではちょっと乗り切られへん部分は出てくるんじゃないかなと。なんか選挙のあり方も変わりそうですよね。そう、だから今のうちにそういう法律を固めて、はい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 、自分たちの体制を維持できるようにしたいのかなみたいなね。あー悪いやつおるなー、こともあるのかもしれないよね。確かにそれは全然ありそうっすね。がゆえにメディアに圧力をかけたり他の話題で国民の注意をそらすみたいなことが、はい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 、まあ、そういう疑念が湧くよね。確かに確かに、いうことでございます。うん、うん、あとね危機感の低減っていうのも言われてて、どう今お前に足りないものを教えてやる、危機感だ、うん、暗黒武術改編のね、はあ、ユウスケに放ったトグロ弟の革新的な一言なんですけど。そうですよ、どうでもいいですよそれは今。あ、違うんですか。はい、トグロのメガネも発売されますけど危機感が足りてないから日本国民がヤバいって話じゃないですか。いやだ、そうなんだよ、はい、まさにトグロなんですけど、はい、緊急事態条項が本格的に議論されると国民の間で政府が独裁的な権限を得ようとするのではないかという、まあ、危機感が高まる可能性があるという、まあ、高まってるよねちょっとはね。まあ、そうですね、ね、これにより国民が団結して反対運動を展開することを防ぎたいからこの問題を大きく取り上げないか、報道しちゃうとそうそう反発するから。確かに確かに、そう、これもとある方が言ってましたけど、日本ってちゃんと正直な国だと。ほうほうほう、一応法令法案っていうのはちゃんと国会で議論されているし、はい、でそれも通すところもちゃんと中継するんですよ。そうですね、ただ報道しないですあんまり。確かに、そう、中継はするけどあんまり扱わないみたいな。マジでテレビってね陰湿ですよね。そうだからこっそりやってるだけで、うんうん、黙ってやってるわけじゃないんでみたいなことを建前に結構する。だって紅工事の問題とかもね、うん、関連があるかもって時は死ぬほど報道して、うん、今ないっていう説明も出てますけど全然報道されないですもんね。そう、めっちゃかわいそうじゃない。いやほんまに負のことだけたくさん報道するくせに、そうプラスのことは全然しないもんね。そう、うん、後で間違えましたみたいな時はね報道しないですからテレビは。ねえ、だって失った信頼って回復する方が多分労力ってめちゃくちゃかかるわけやんか、ね、なのにその間違ってましたっていう報道をさ10倍ぐらいしてやっとそうそうだと思うけど、それ以下やもんな。そう、容疑者の段階でねバンバン実名報道されますし、そうそう、免罪だったらどうすんねんな。これ本当大変よね。この問題をチャット GPT やったらどうやって判断するのかって聞いてみたんですよ。ほう、そしたらメディアの操作っていう出てきて、主要なメディアが政府や大企業、特定のエリート層によってコントロールされています。これによりメディアが意図的に緊急事態条項の報道を抑制し、代わりにオリンピックや芸能ニュースといった無害で視聴者の関心を引きやすい話題を優先的に報じることで国民の注意をそらしている可能性がありますと。えぐってチャット GPT が言ってるんですよ。え、チャット GPT 何、全世界の人に陰謀論叩き込まれた陰謀論ディープランニングしちゃった、もしかして。いや、すごくない？まさにオリンピックとか芸能ニュースって今じゃん。ね、
そんなことできるんや、チャット GPT って。そうなんよね。でこんな感じですごいリアリティのある考察から、うんうんうん、ちょっと陰謀論みたいなねところまで紹介したんですけど、確かにどうでしたか。怖いよ。怖いよね。だってこれ今ね現実で起きてる話じゃないですか。そうよ。なんか日本もだんだんねよくわかんない方向に進みつつありますよね。候補者があんだけおって総裁選ね、うんうんうん、これ誰もこの人がいいみたいなことを言ってる人がちゃんといなくて、うんうん、まあ、大多数の声としては、うん、誰も嫌やなみたいなね、なっちゃってるじゃないですか。なんか消去法みたいになってるよね。そうそうそう、選ぶ時ってね、これが一番やばいなって思いますよね、うん、ねアメリカの大統領とかってもうこの人になってほしいっていう熱烈 なんか応援の仕方する。そうですよね。で日本の場合まあマシかみたいな感じで、そうそうそう、ちょっとネガティブな印象あるよね確かにね。自分たちのリーダーを選ぶんやからね、うん、なんかもう少しねその辺はねうまくできるといいんですけど。どうですか最近陰謀論界隈は。陰謀論界隈、うん、やっぱあれじゃないですか、あの枠あのちょっと怖かった今言い方が。あ、そう枠いやいやほらあのワクワクするなの枠の話ですよ。ワクワクするなのなんで略して枠一個言うねん。いや承認する承認しないとかさ、はいはい、あの存在しない学会のさ、うんうん、あの民間学会の声明が出したりとかさ、うんうん、いろいろ揉めとんなと思いますけど、あれなんなんやろね本当ね、はい、うん、国もねその、うん、以前の枠の方で争う姿勢を見せたりもしてるじゃないですか。あ、そうね、そういう風になったね。だからその、うん、簡単に認めへんのがちょっと腹立つみたいなところもあるんでしょうね。まあね実際ねその被害というか、うん、まあちょっとね健康を害してしまった方が存在するというのはもう事実としてはあるので、うん、まあまあと思うところはあるんですけど、うん、まあ、ゆえに、まあ、ちょっとねその収まらない感情の矛先を、うん、そういう活動に向けてるのかなっていう気はしますけどね、うん、なるほどね、うん、まあ、とりあえず闇深いことたくさんあるよね。それこそ僕たちの子供の頃はネットなかったから、はい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 、まあ、テレビからまあ、新聞からラジオ、はいはいはい、まあ、3つの主要メディアからのさ一方的な情報しかなかったし、はい、この話題を取り上げるとかっていうこともなんか家族間の中でとかさ、はいはい、枠打つとか打たないとかさ、ご近所の関係の情報で終わってたやん結構、まあ、そうですよね。それが今ネットがあることによってさいろんな情報が入ってくるやん、はい、でネットの情報って9割嘘っていうから、はいはい、難しいよね判断するの。昔はその情報があんまり入ってこない、はいはい、情報がありすぎて困るみたいな。そうっすね。ね、なかなか難しい世の中になりましたよね。世の中になりましたか。うん、あ、一眼灯や。一眼灯、うん、魔除けのね、はい、そう大体こう T 字路のところにあったりする一眼灯見たらなんか沖縄だってすごい感じるの。確かに沖縄ドライブが楽しいわ。いやいやね、これすごいっすね、うん、東京にはない街を走ってますから当たり前やろそれ。いやでもやっぱ全然違う感覚なんでね。どの辺がやっぱ違いますか。建物が低い。あー、そうだね、なんか何階建ての建物とか規制あるのかな。いや、ね、まあ規制してるんですかね。まあ空港近いからさ。あー、そっか、ね、高い建物が建てられる。飛行機めっちゃ低く飛んでますよね。ね、あと景観を損ねるからって言ってね、結構文化遺産とかあるところらへんはみんなでね、決まり事作ったりするやん。確かに確かに。ね、あとはやっぱりここ首里城近くでもあるのかな。そうですね、朱色のなんか屋根の建物も多いよね。確かに、うん、まあ、なんか伝統的なね、沖縄のあの色合いな感じはしますよ ね。知ってた、俺これ自分のチャンネル何回も言ってんだけどさ、はい、朱色っていうか赤い色の屋根、はいはいはい、今色再現できへんらしい。ああ、聞きました聞きました、ね、ロステクなんでしょ。そうロステクなんよねこれね。最近のハッピーなニュースなんですけど、うん、僕車運転してるじゃないですか。おお、まさに、うん、そう 今日もそうなんですけど、うん、みんなめっちゃ道譲ってくれるんですよ。まあ初心者マーク貼ってるからじゃないの。それもあると思うんですけど、うん、人って優しいんだなみたいなことを。ああ、それはあるね。ここですごい感じてて。あとあれ沖縄 の土地柄もあるじゃないの。あ、確かに、ね、そうだから沖縄って、まあね、こレンタカーなんで、まあ、一発で旅行者で分かるんで、うんうん、まあ、ビビられてる部分もあると思うんですけど。ビビられてる怖いでしょレンタカーで初心者マーク貼ってたらで譲ってくれるかどうかとはまた違うと思うんだよな。 そう、それはだから沖縄の人の優しさじゃない、それはね。で全然煽られへんし。東京結構ね怖いからね。いやでも東京もね、うん、結構みんな譲ってくれますよ。さ、高級車乗ってるからやって。いやでも初心者マークやから確かにベンツで初心者マークは怖いかも。てかみんなさ初心者マークなくならんっていう理由俺今日やっと分かったんですよ。レンタカーで初心者マーク貼ったら、うん、ひっつき力が全然違うんですよねベンツと比べて。ベンツが1やとしたら、うん、これ100てか俺はその感覚よ。
初心者マーク貼ってた時は。どういうこと？絶対剥がれへんやん、これと思ってたよ。いやもうこれなんでそんなに、なんかなくすんかが分からへん。これベンツにコーティングしたんですよ、僕最近。はいはい。洗車行く回数少なくて済むみたいな。うんうんうん。それをしたら、うん、全然くっつかんくて、コーティングをそのしたスタッフの人も、うんうん、いやちょっとこれはくっつかないかもしれませんねみたいなこと言って、うんうん、大丈夫なんかと思って吸盤型貼ってます。てか磁石は？磁石がないんですよ、もうだから。嘘やん。それがくっつかないぐらい、うん、多分鉄そんな入れてないんですよ、軽量化のために。ああ、そういうこと。そう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 。くっつかないんだ。くっつかない。多分これでベンツあるあるなんですよ、初心者マークくっつかないって。あ、そうなんだ。ベンツあるあるなっけな。いや、そんなことはでも、まあ、まずベンツ乗る人は初心者マークでは乗ってないんじゃないかな。いや、だからそういうことなんですよね。あのね、御曹司の方とか。だから金持ちのボンボンあるある。金持ちのボンボンじゃないのよ。ボンボンあるやつ、ボンボンやんじゃん。ボンボンちゃうんよ。でも金持ちのボンボン界隈では多分学習院大学の2年生とかは、うん、いやうちの車初心者マーク全然くっつかへんのよなとかいう話してる。じゃあ今見てる学習院の卒業生たちはみんなそうわーっつってんの。超共感してくれてる。あ、そう。てかさ、俺最近びっくりしたんがさ、うんうん、オロダ・マーシーさんって学習院の高校まで行ってたって知ってました？あ、マーシー、なんか見たよ、X。そう、びっくりしたと、うんうんうん、すごーと思って。オロダ・マーシーさんの説明せなあかんから、ちょっと確かに、あ、ごめんなさい。あの、トグロとマーシーさんを一緒に並べるんだよね。マーシーさんは僕らっちがね、あのチャンネルを始めた頃にお世話になった美容師の方なんでね。あ、そう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 。懐かしいよね。元々ウームのね。そうそうそう、はい、いや本人もね、あのインフルエンサーとして。そうですよ。めちゃくちゃ活躍してて、はい、今はなんか先生みたいなこともね、やってますよね。いや、そうですか。そうなんですよ。最近さ、あの都市伝説界隈ちょっと元気なくない？はい、階段がね、ちょっとパワフルな時期なんでね。なんか階段界隈は盛り上がってるけど、そう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 、なんか都市伝説界隈元気ない。元気ないというか、再生数落ちてる。まあそうっすね。どこも。あ、集まっちゃいます？温度関係あるの？いやいや、多分階段で取られてますよ。まあ、取られてるという言い方あれかもしれないけど。なんか水死界隈で取られてると思う。そう、やっぱ時期的に、いやみんな階段見たくて、都市伝説のちょっと鬱屈とした感じがちょっと嫌なんでしょうね。うん。っていうか、思うんですけど、マジ都市伝説最近ネガティブなやつばっか再生される傾向あるじゃないですか。そう。これがね、衰退の始まりだと思うんですよ。俺もそうよ。はい。こんな予言ばっか出してるチャンネルが何言うてんねんって感じなんですけど。うんうんうん。いやでも、俺らはちゃんと熱心を出してんねん。そう、都市伝説ってね、うん、なんか嘘か本当か分からないところが面白いはずなのに。いや、そうなんよ。最近ってなんかもう本当のことだったりすることが多いから、うん、なんかロマンがないよね。そしたらやっぱニュース見てると同じ感覚になるんで、ニュースをね毎日楽しみに見てる人あんまりいないように。そう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 、エンタメ性がちょっと乏しくなっちゃうから、うん、ちょっと残念なんだよね。ね、だもうちょっとなんかさ、ザ・ネッシーみたいな、ザ・ユーマみたいな、はいはいはい、そういうなんか分かりやすい都市伝説ジャンルっていうのをやっていかないといけないね、うんうん、僕たちはね。そうっすね。だからどんどんそういうのでね、うん、みんなで見ていただけるような動画を作るのがいいなとは思ってるんですけど、ね、いや、それはめちゃくちゃでかいな。いや、そうっすね。まあ、うん、そういうことをね、まあ、本来やりたくてね、うん、あのやってるところはね、多いなると思うんで、ね、まあ、ちょっとその辺はね、頑張りたいっすね。そうね、うん。東亜くんがね、沖縄をドライブしながらね、なんかこう都市伝説喋れるっていうのはもうすごい貴重な回でした。いや、でもこれはね、うん、沖縄に連れてきてもらった小エッキーさんのおかげなんですよ。ああ、そうね、今回群れに連れてきたからね、はい、これが一番ハッピーかもしれないですね。いや、嬉しいですね、はい、ちょっと世間はね、マイナスなニュースも多いですからね。多いんですけどね、うん、ちょっとでも幸せを見つけてね、やっていきたいと思います。ということで、目的地ちょっと着いたんで終わりますかね、はい、ということで皆さん、ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。